写真拡大。ヤクルト4から9巨人、26日、神宮球場。巨人の原辰徳監督が出場選手登録を抹消した澤村について語った。やっぱり彼は勝ちゲーム、大事なところを投げるというポジションでいてほしい。今はそういうポジションではないというところですね。そういうポジションになって戻ってきてくれということです、と話した。25日のヤクルト戦では、サンチェスの代役先発として急遽マウンドに上がり4回を2失点。試合は作ったが、リリーフとしての復帰を望んだ。